韓国のオーディション番組でデビュー争って負けたグループだろ。日本でデビューするのか。お前には関係ないだろう。僕には兄なんていませんから。俺はヤクザの息子だ。アイネと別れていただけませんでしょうか。リンスをレッスンに参加させてください。5人でデビューするんです。たった5人ぽっちまとまらなくて、これから先の修羅場どうやって越えていくの。東京ドーム公演は中止。諦められないから日本に切ったんだ。あの子たちにライブをやらせたいんです。若いうちは誰でもそうだ。夢とか希望とか、そんな他愛のないものに憧れる。マイネームが3月30日に東京ドームで野球をやります。